おっと、ちょっと待った、ここはお菓子禁止区域だ。わかりました、入ってもいいですか。まだそうはいかない、まずはスキャンさせてもらうよ。じっとしてて。何も感知されないようだ。行ってよし。中へどうぞ。お菓子は禁止だぞ。お腹がすごく空いてきた。大丈夫？なんとか。さて、おやつの時間だよ。幸い私はあの警備員よりも賢いからね。頭を使うとはこういうこと。楽しみだな。いい香り。これで元気出して。え？何これ？美味しそう。チョコレートスプレッド大好きなの。私のお気に入りだ。これは美味しい。最高。まさにこういうのが食べたかったんだよね。何度食べても美味しい。あ、今ので思い出した。これはルール違反よ。もしかして先生？そうよ。あなたは居残りね。そんな、やっちゃった。チョコさんもダメだなんて。こんなのひどすぎるわ。ルールを作ったのは私じゃないですからね。お菓子を出しなさい。一つ残らずすべてね。わかりましたよ。ほら、ほんと不公平だわ。気にするものですか。次。うわ、信じらんない。彼女見て。うわ、なんて素敵なんだ。ドキドキしちゃう。私も。ダメダメ、お菓子の持ち込みは禁止よ。絶対禁止。私？ありえません。お菓子なんかよりこのファッション見てください。これが最近の流行りですよ。かなり甘い系統でしょ。私の好みじゃないけど。でも授業には行っていいわよ。ありがとうございます。ではまた後ほど。うん。お菓子持ってる輩はどこにいる？あ、やっほー。授業もうすぐ始まるね。みんな集中して。今日の授業は大事よ。メイクについてです。それでは始めるわよ。今がチャンス。先生は授業に忙しいから。今のうちにおやつだ。おいしい。食べる手が止まらない。それってお菓子？ちょっとちょうだい。ねえ、お願い。え？もちろんだよ。うわあ、ありがとう。おいしすぎる。気に入ると思った。誰が答えてもらえる？あなた。私？わかりました。こんなの簡単、すぐ答えられますよ。何が足りないかしら。これわかりますよ。マスカラです。待って、あなたのドレスなんか変ね。お菓子みたいだけど。いや、ありえないわ。変な想像に追われてるだけよ。マスカラを少し塗るだけで違いが出ます、うん、心意気は認めるわ、うん、どうも。お菓子は持ってないわよね。ダメですからね。僕、ありえません。入ってもいいですか。スキャンするから待ちなさい。ちょっと待った、これは何だ。渡しなさい。ああ、どうしよう。説明させてください。問答無用だわ。僕たちいいチームだね。毎日だってやれるわ。この綿飴を隠さなくちゃ。さて、行くよ。自然にね。変な行動しないように。今度は誰？うわ、おしゃれ、スタイリッシュだ。お菓子警察です。私は何も持ってません。持ってないと思います。でも念のため確認します。あれ、これ作動してないのかな。もう一度やり直し。いいえ、彼女はお菓子を持ってないです。入りなさい。この仕事大好き。いいジャケットだね。知ってる。でも味はもっと格別なの。美味しい。何をしてるの。うわ、気持ち悪。何？何が悪いの？ほら、食べたらわかるよ。変なの。待って、それ綿飴？あの人一日中ずっといるよ。お菓子パトロールよ。ちょっとやりすぎよね。うわ、何あれ。え？何かよ。どうでもいいけど。同じこと考えてる？早速始めよう。メイク直しの時間だよ。まぶたにツヤを加えるの。そこにお菓子を振りかけて、とってもカラフルになった。まるで目に虹がかかったみたい。次はあなたの番。これ見て、唇を際立たせるよ。たくさんトッピングをのせて。これはどんなリップより優れてるわ。準備はいい？授業を受けに来ました。
待って、お菓子持ってないわよね。ないです、もちろん。私お菓子嫌い。ちょっと失礼。どこも問題なさそうね。嘘はついていないようね。入っていいわよ。でも監視してるからね。大丈夫ですって、急いで行け行け。ふう、危なかったね。本当だよ。でも全部計画通りだったね。皆さん集中、ここはテストに出るわよ。一度しか言いませんからね。おいしい。後ろで何してるの？もしかしてお菓子？何の話か分かりません。ただのメイクです。甘くて砂糖みたいなメイク。わあ、おいしい。お腹が空いてるに違いないわ。それなら仕方ない。これ食べていいわよ。本当に？わあ、ありがとうございます。好きな授業に早変わり。このキャンディ見てよ。ラッキーだったね。ちょうだいちょうだいちょうだい。先生最高。これこそが教えるってことね。なんだかうるうるしちゃう。素敵なファッションショーね。よし、誰も見てないからこれ食べよう。クロワッサンどこから出したの？ここ何時間か食べてないからお腹がペコペコよ。いけない、隠さなきゃ。もうちょっとパウダーをつけて。そうね、これでいいかな。いいわ。あなたたち大丈夫？なにこれ、パンくず？誰か何か食べてるの？私の勝利、食べ物を持ってくるなんて気持ち悪いわね。食べ物なんてゴミよ。あなたは何か隠してない？そう、ならいいけど。はあ、やっと行ったわ。もう腹ペコ、食べなきゃやってらんない。ちょっとあなた、アイシャドウを食べたの？アイシャドウじゃないのよ、見て。こういう四角いキャンディーの包みを開けて。次は簡単よ、手で形を作るの。柔らかくなるまで丸めてね。次はボールの形にして表面を平らにするな。そしてメイクパレットの色を取り出すの。そこにキャンディーがぴったり入るのよ。すべてキャンディーで埋めたわ。だから化粧品じゃないのよ。食べてみて。ありがとう。おいしい。よし、ロッカーを開けよう。お菓子を隠してあるのよ。誰もいないわね。それならガムの時間よ。ガム持ってるんだ、ちょうだい。もう私のガムなのに。ほら、あげるわよ、みんな。もう私にはちょっとしか残ってないじゃない。ガムが誰にも見つからないようにする方法があればいいのに。そうだ、思いついた。テープ型のガムを少し出して切るの。これぐらいでいいわ。次はパーカーを用意。食べられる接着剤を使ってね。パーカーに模様みたいに接着剤をつけて、切ったガムをその上につけるのよ。かわいいデザインでしょ。誰もいないかな。よし、それならこのパーカーの秘密を明らかにするときね。ガムを持ってるって誰にもバレないわ。これで取られないわね。おっと、君が手に持ってるそれ、僕にもくれる？はい、どうぞ。よっしゃ、ありがとう。この味好きなやつだ。危なかったわ、怒られるところだった。でもまだガムあるもんね。高級なファッションショーね。ショーの規則は一つ、お菓子は禁止だ。はい、わかりました。チョコもだぞ、大嫌いだ。お腹が空いたらセロリを食べて。ヘルシーだし美味しいから、好きなだけ食べなさい。分かってくれて嬉しいよ。セロリなんて嫌い、まずいもの。大丈夫、いいものを持ってるわ。このキャンディーを隠してるの、一緒に食べよう。
さっき言ったよね。これは禁止。もらっておくよ。取られちゃったね。残念。でも見て、私の靴。普通の靴じゃないのよ。キャンディをハイヒールに貼ったのね。すごい。はい、あなた黄色のが好きでしょ。セロリなんかよりずっと美味しい。そうだわ、いいこと思いついた。すぐ戻るわね。あら、そう。じゃあ私は食べてるわ。戻ってきたわよ。見て、この新しい服。うわ、全部キャンディの服を作ったのね。可愛いでしょ。いけない、また来たわ。さっきみたいに見つかっちゃう。これは一体、この服、信じられない。素晴らしい。最高。傑作だ。ええ、私が作ったんです。いいテイストですよね。はい、止まって。いらっしゃい。次。はあ、私を知らないの？待て。何？食べ物ないよな。命令しないで。私が誰だか分かった？それが僕だっているさ。はあ？で、食べ物は？腕を上げて。どれどれ？よし。パーとかーい。ふぅー、なんなのこいつ。無事入れてよかった。これは捨てなきゃ。ん？ちょっと待て。あいつ箇所じゃなかったのか。許さん。美味しそう。やった、大成功。こら。わあ、持ちきれないよ。ポケットが足りない。セキュリティ通れないよな。絶対に無理だ。そうだ、ここにもポケットがあるんだった。ふう、待ちなさい。食べ物はある？見せてもらうわ。ふむふむ、これは何？隠しているでしょう。ほらほら。わかったよ。これでいい？僕の負け。最悪。どうすればいいんだ。そうだ、いいこと考えた。ボールの中にお菓子を入れて、ズボンの中に入れたら OK。 待ちなさい。隠しているものは？ふむ、何もないわね。どうも。わ、すごいお尻ね。入れた。僕天才かも。うん、嘘でしょ。わーお、行こう。やっほー。チョコレートいる人？最高な夜だな。失礼、食べ物は持っているかな？大丈夫、何もないわ。上下が逆だよ。お、すごいでしょ。どうも。私がいることは内緒に。いやー、恥ずかしい。ほう、そんな時には殺到。私ってすごい。
ちょっと待った、何か問題が？うわ、キャンディーじゃないか、俺の目をごまかせると思うな。うわ、はず、おパンツが、ママに怒られる、逃げろ。異常なし。うわ、おい、マジか。はい、お二人さん、レディーファースト。あら、優しいのね、寡黙なタイプ。じゃ、どうも。あの子素敵だ、俺も入ろう。ちょっとちょっと、もう満席です。え、だってさっき入れるって。この曲最高、おやつもあるしね。うん、お菓子を仕込んだブラジャーを作ります。風船に溶かしたホワイトチョコをかけます。上側が隠れたらチョコを冷やしましょう。さらに上からミルクチョコレート、これも上半分に。チョコが冷えたら風船をひっくり返して割ります。美味しいチョコのカップが出来上がり。でも白い服はやめましょう。これ超天才。おっとと、隠さなきゃ。いや、さっきの僕さ。あ、どうも。人が食べようとしてる時に。あ、飲み物持ってきてくれると嬉しいな。お、危なかった。ようやく。これ美味しい、ずっと食べちゃう。ただいま。あれ、なんか顔が変だよ。飲み物どうも。なんだ、今夜も静かだな。はい、待った、回って、カバン確認。そこまでします？質問はこっちがする。ふむ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 、やっぱり。説明して。これ友達のカバンで。だま、今の見てたでしょ。あなたは持ってんの？いや、ないです。それは？どういうこと？このカバン、どういう仕組み？開かないんだけど。うまくいってる。まあ、異常なしってことで。入っていいよ。おかしいな。はい、いらっしゃい。ああ、うわ、選びきれないよ。あ、ポテチもらうね。お小遣いはっと、これで買うぞ。って、そうだった。持ってないんだ。変なやつ。ねえ、持ってきたよ。これね、本物のポテチだよ。ありがとう。美味しいでしょ。ああ、驚ろう。入っても、その飴はダメです。そうか、あ、じゃああげる。なんだよ、ったく。どうも。だから、綿飴はダメなんですってば。なんなのよ。あげる、これでいい。なんで綿飴なんか。何度も言いますけど、飴はダメ。私のじゃないんだけど。え、これでどうしろっていうの？私は知らん。意味わかんないんだけど。そうだ、こうしよう。この毛皮ふわふわよ。入ってもよくて。はい、どうぞ。どうも。やった、中に入れた。しかも綿飴持ち込めちゃった。おいしいし、ファッショナブル。雲みたいな食感。なんだ、写真撮らなきゃ。あ、おい、な、おい、これ見ろよ。ん、毛皮じゃない？なんてことだ。天才すぎ。騙されません、よこして。え、これを？だから、よこせ。この食感、パサパサよ。
何してんの？わかめじゃない。その、これで元通りいいね。では、楽しんで。きたね。何を書こうかな。そうだ。魔法使ったらめっちゃうまくいった。すごい。私はデイジーを描いているの。うまく描けてるでしょ。進み具合を見せてもらおうか。いいじゃないか、素晴らしい。それに比べてなんだこれは。まあ頑張っているからいいか。もう行っちゃったわね。秘密を見せてあげる。絵の具の水を飲んでんの？違うわ、見てね、オレンジのファンタなの。うわ、頭がいいな。ありがとう。はい、飲む。喉が渇いてたんだよ。どういうことだ、絵の具の水を飲んでるぞ。最近の若い者は理解不能じゃ。変身の時には杖の動きが大切なんだ。やってみなさい。ああ、全然ダメだな。2回目も失敗。練習を続けなさい。今度こそ成功させてやる。うわ、やった、大成功。本物のハンバーガーに変わったぞ。うわ、私も食べたい。あれ、マジで？ハンバーガー食べたいのに。でもお菓子を持ってきてるから、ネックレスを食べちゃおうっと。最高。あ、キャンディーのネックレスじゃん。簡単に作れるのよ。スキットルズを使ったの。見て、ブレスレットも作っちゃった。はい、あげる。マジ最高。おいしい。おっと、何を話していたんだっけ。授業中に食べてる。飲食禁止だ。うわー、角が生えてきた。いやー、豚の鼻になっちゃった。うはは、これで少しは懲りるだろう。この授業めっちゃ退屈。人間の頭蓋骨の構造は大切なんです。これはテストに出ますからね。これはメモらなきゃ。うわ、消しゴム持っててよかった。うん、綺麗になった。うん、死ぬほど退屈。永遠に終わらない気がしてきた。うわあ、紙に穴開けちゃった。ああ、表紙にまで穴が開いてる。ああ、ペンで遊ばなきゃよかった。消しゴムを使おうっと。なあ、俺の秘密を教えてやるよ。本物の消しゴムじゃないんだ。消しゴムを取り出してカッターを使います。消しゴムを切り取ります。もう片方も。次は接着剤の番。消しゴムの先に塗ってケースに戻します。これで消しゴムが固定されます。その後ケースにお菓子を入れましょう。小さいからぴったり。最後に切った消しゴムで蓋をします。これでお菓子のケースの出来上がりね。消しゴムに見えるだろう。はい、食べる。ねえ、ちょっとちょうだい。しょうがないな。私にもちょうだい。よし。あれ？それ、私なさい。ああ、俺のお菓子が。
ああ、没収かよ。でも、もう一つあるんだ。寝れない。こういう時に必要なのはこっそり起きて。よし、安全確認。抜き足、差し足、しろ。あー、やばー。だから、もっとでかい芝刈り機を。危ないところ。台所のお化け。静かにして。お菓子は目の前だぜ。二人とも何をしているの。お兄ちゃんがやれって言った。よし、スクワットのお時間。これって退屈だな。お菓子でも食べよう。うわー、このドーナツ美味しそう。美味しいわ。なんだこの匂い。菓子パンと砂糖のような。どっからドーナツ飛んできた。いや、これは確実に匂いだ。よくやってるな。見つかるところだった。ドーナツ2つ持ってきててよかった。おやつタイム再び。2つ目の方が美味しいかも。やっぱりドーナツの匂いだ。今度は食べる音もするな。あれ、また怪しんでる。マジで2つ目飛んできた。ドーナツの神を感謝します。この運動大変だわ。ああ、ドーナツ。さて、忍び込んでっと。よし、見つかるのはごめんよ。パンはあるわね。じゃ、いちごジャムを出すわよ。わあ、すごい天才だ。それ美味しそうだな。美味しいわよ。そうかい。でもこういう方法もあるんだ。そう、ジャム入り歯磨きチューブ。わあ、すごい。じゃ、食べようぜ。あ、何かしら。トーマス、ティーナ。おっと、ママだ。見つかったぞ。二人とも何を企んでいるの。隠れろ、ママが来る。二人の音が聞こえたのに、なんだか怪しいわ。ま、気のせいだったかしら。せっかく来たし、お肌の保湿もしましょう。じゃこりゃ。いや、待って、ジャムじゃないの。トーマス、ティーナ、見つけたらただじゃ置かないわ。よし、ママ言った。それじゃまたおやつタイムね。待ちわびたぜ。うまい。そう来なくっちゃな。おお、ポテチの匂い。止まれ、よこしなさい。ちょっと、わかったわよ。困ったもんだ。これは見せられない。どうしよう、何か考えなきゃ。でも何を。おお、モリーじゃん。モリー、今日も可愛いよ。あ、おはよう。はい。昨日これ読んでさ、面白かったよ。あ、ちょっとネクタイ貸して。でも僕のお気に入り。し、こっち来て。まずはお互いを知ってからじゃないと。これさえあればいける。え、何があったんだ。ママに報告しなくちゃ。裏にして平らに置いてね。グルーを使ってこうやってジグザグにつけるの。次はゴムをつけていくわよ。
上から下までね。しっかり押さえてね。これが最後。ゴムの中にお菓子を入れる。完璧だわ。よし、準備 OK。 普通にして。怪しくない怪しくない。結構似合ってるしね。アクセサリーが決めてよ。おやつの時間と。いや、おいしそう。秘密のおやつタイム。あのモリー、ママが夕食に行きたいか聞いてるんだけど。あ、やばい。ヤッホー、ジャレド。ちょっと後悔してきた。ネクタイはいっぱいあるよ。でも先にキスしてね。どうしよう。止まって、お菓子は禁止だぞ。なんでバレるの。ヘイ、パーティータイム。もうちょっと。やば、バレてるっぽい。バレてる、下がれ。了解っす、怒んないでね。お入りください。なんでわかったんだ。超能力でもあんのかな。新しい作戦考えないと。わかったぞ。どこ行くの。いつもいきなりどっか行っちゃう。待てよ、これ使えるかも。かわいいベルトになるわね。まだ終わりじゃないのよ。このおやつを使って、レイに下げていこう。一周ぐるっとね。うわ、カラフル。デザイナーになれるかも。これでいいわね。どこに隠したと思う。ヒントは帽子の中だよ。バレバレすぎるわ。スカートを見て。すごく素敵だね。行こう。権威のある最高の仕事だ。どうも、パーティーに来ました。見せなさい。いいですよ、隠し物はないから。じっくり調べます。行っていいですか。お入りください。ありがとうね。え、なんでダメなの。これはなんだ。カツラです、カツラ。これで隠したと思ってるのか。入れてくれてもいいじゃないか。もういい。まったく変なやつだ。わあ、盛り上がってる。かわいいよ、モリー。キャンディー取られた。なんでバレたんだ。大丈夫、私のあげるから。うお、ありがとう。みんなにも配れるよ。やった、ありがとう。モリー、ありがとう、最高だよ。うまくかけてるぞ。いいわよ、モリー、才能があるわね。うわ、これは夢に出てきそう。いい方に通っておこう。お菓子の時間ね、モリー。癒しの時間。信じられない、こうするしか。おい、いった。ちょっと何よ、これ見て。鉛筆、それで。違う、見てよ、中にサプライズが入ってる。おいしいチョコレート。賢いだろね。欲しいんだろ。あこれ見て、チョコバー全部。うわ、すごい。でしょ、あげないわよ、全部食べるから。おいしい。欲しいんでしょ。うぶー、そっちがその気なら僕だってやってやる。メガ鉛筆の出番だ。はぁ何それ。巨大キャンディ、僕だけのもの。キャンディ、ここで。あの、これは先生へのギフトなんです。あら、ありがとう。食べたかったのに。困った生徒ね。ケイト、検査結果を見てみよう。 X 線写真は興味深いね。君の状態がよくわかるよ。先生が見てない隙に急いで食べるのよ。君、何か食べてる？僕の見間違いかな。もう一口。これも面白いね。今回は噛む音が聞こえたよ。マスクをしてるんだから食べられませんよ。騙されたわ。次はポテチをいっぱい。やっぱり食べてるね。
ありとあらゆるお菓子を隠してるじゃないか。違うんです、私のじゃないの。一体ケイト、食べ物は持ち込み禁止なのを知ってるよね。君の診療ファイルにも書いてるよ、ジャンクフードとお菓子は禁止。泣いてもダメだよ、健康のためなんだから。お菓子が大好きなのよ。興味深いね。待って、これを見て、飲食禁止だよ。わかったわよ、どうにかして持ち込めるはずよ。かわいい子ね、天使みたい。かわいいね、さ、取って。そうだ、思いついたわ、赤ちゃんを連れて行けばいいのよ、お菓子の赤ちゃんをね。触らないで、バイ菌がいっぱいついてるんだから。ちょっと、キャンディーは禁止だよ。じゃあ、あなたにあげるわよ。新米ママをバカバカしいルールに従わせるなんてひどい。文句を言われたけど、キャンディーが手に入ったぞ。食べ物で人は気分が良くなるのよ。気分を良くするのが病院の目的じゃないの。しー、泣かないで。意地悪な先生はもういないわ。よし、食べよう。あなたって最高な赤ちゃんよ。友達がロビーで待ってるんです。やったー、お菓子を持って会いに来てくれて嬉しいわ。待って、誰にも見られないように。飴をいっぱい持ってきたな。あなた、甘いものが大好きでしょ。あなたって最高、ありがとう。でも先生がいるのにどうやってあそこを通ればいいの？何かいい方法があるはずよ。歩いて通ろうとしたらキャンディーが見えちゃうわ。そしたらまた怒られる。カウンターの下でかがむのはどうかな？ダメ、それじゃ見つかっちゃう。妊娠してるふりをするのは？ダメよ、フードスキャナーがあるもの。お腹にキャンディーを入れてもバレるわ。ケイト、お菓子はダメだって言っただろ。そしてまた怒られるわ。怒られるのって大嫌い。いやだ、想像の中でも怒られてる。よし、思い切った手を使おう。ズボンの中に入れるのよ。ズボンまでチェックしないわよね。よし、自然に振る舞うなよ、疑われないように。ああ、キャンディーがズボンの足から出てきちゃった。そうだ、それで思いついたわ。サンダルの穴に入れるのよ。待って、ケイト、お菓子を持っていないかチェックしなきゃ。はい、部屋に戻っていいよ。本当に困った子だな。よし、部屋に戻れたわ。大成功、キャンディーを全部持ち込めたわ。さあ、最初はこれを食べよう。入院がずっと楽しくなったわ。後で食べる分もいっぱいあるし。よし、誰も見ていないよね。こっそりお菓子を食べる時間。ワイヤレスのイヤホンを取り出したらチョコレートを入れるの。うーん、甘くて美味しそう。少しだけ振って、あとは待つだけ。カタボットのほら、じゃじゃーん、チョコレートのイヤホン。最高、ナイスアイディア。チッ、はあ、お腹すいた。居残りなんて最悪。なんで私が。もう無理、何か食べなきゃ。そうだ、クッキーまだ残ってたっけ。かけらで十分、ほら口に入って。それだけ、もう他に食べ物はないの。こことか、やっぱりお菓子がくっついてた。
これが欲しかったのよ。美味しかった。でも物足りない。あの先生、トイレに行ってもいい？絶対にダメだ、居残りなんだから。でも反省したよ、ほら。かっか、続けなさい。ただ座って私のこと見張るなんて信じられない。あ、今のうちに電話しなきゃ。デイビッド、今居残り中なんだけど、お腹が空いたの、助けてよ。マジかよ、何をすればいい。そうだ、こっそりお菓子を持ち込もう。どれどれ、先生はあそこだな。あ、やった、デイビッド、ここここ。マリソン、僕に任せろ。スケボーを使ってお菓子を持ち込む作戦だ。テープで袋をスケートボードの裏にくっつけて、これで完成。あとはマディソンに届けるのみ。へへ、すごくない？僕天才。よし、ここに置いて。それ、あ、スケートボードだ、ゲット。何があるかな。やった、これこれ、おいしそう。しかもいい匂いだし。ああ、先生も気づいてないみたい。こんにちは、チケットはこれ。オーケー、映画を楽しんで。どうも、映画を見に来たの。はい、チケット。カバンの中身見せてもらえる？え、嘘でしょ。分かったわよ、出せばいいんでしょ、これだけ。お菓子がたくさんあるじゃないか、没収だ。意地悪。はっ、仕事だからな。うわ、あの警備員厳しい。どうにか持ち込めないかな。そうだ、メイクだ、解決策にぴったり。まずは中身を空っぽにするの。使うのはジュースのみ、喉乾くしね。シリンジの中に入れたら、うん、これで十分。そのままリップの容器に入れるだけ。上までたっぷり入るように。よし、あとはキャップをつけて、こぼれないようにきつく締める。よし、間違いなくお菓子には見えない。ほら、唇につけると美味しいの。映画の時間ね。はいはい、カバンの確認でしょ。大丈夫、全部出すから。持ってるお菓子全部あげる。ゴミ箱へ。ほい、バイバイ。これはメイクだから持ってても大丈夫でしょ。唇に潤いを与えなきゃ。メイクは問題なし、どうぞ。ありがとう、またね。変なの。やった、ジュースを持ち込めた。やっぱり美味しい。お菓子は禁止。そんな、どうしよう。マディソンだって絶対持ち込めないよ。え、簡単に持ち込めた。いいこと思いついたぞ。このセクシーヘアに隠そう。やった。ねえエリー、見て。ノリなら私も持ってるわ、マディソン。うん、でも中を見て。あら、赤いのね。私のは普通の透明よ。違うのよ、見て。ノリじゃないの。すごく伸びるのよ。すごく伸びて面白いわ。いいな、私もスライムで遊びたい。そんなに薄くなるのね。おやつの時間よ。うわ、スライムを食べた。おいしい。マディソン、やめて、病気になっちゃうわ。大丈夫よ、スライムじゃないから。スティックのりの、のりを全部出します。ほらね、空っぽです。そしてクマのグミをドライヤーで溶かしましょう。ベタベタになってきました、楽しい。それができたら、次は容器の中に溶かしたグミを入れましょう。勢いよく出てきました。
上までたっぷり入れて出来上がり。キャップをしてね。ただの海苔みたいでしょ。見てマディソン、私も作ったわ。見て、すごく伸びるグミ。握ったら指の間から出るわ。食べちゃおう。ねえ、二つを合わせようよ。永遠に伸びそうね。食べよう。何をやっているんですか？何も、ただの海苔です。海苔？海苔には見えませんが。お腹すいた。おやつを食べよう。あれ？まあいいか、コーラを飲もう。コーラもなくなったよ。僕がおかしくなっちゃったのかな。ポテチはどうかな。あれ、全部なくなっちゃうよ。ジェイク。はい、分かってます。教室では飲食禁止です。もうどうしよう。何食べてるんだ。おやつはないけど。ねえ、おやつはどこ。え、ただのノートじゃん。違うわ、中を見て。普通のノートを用意して、カッターを使って中を切っていきます。大きな四角に切りましょう。切ったところを外したら、見て、お菓子が入ります。サイズもぴったり。できたら閉じます。ほらね、どうぞ。すごくおいしい。危ない、先生が来るよ。お菓子を食べてないですか。ないみたいだね。ふんむ。勉強ばっかで腹減った。準備してきてよかった。ふん、サインが読めないのか。おやつよこしなさい。おお、意地悪。分かってます、先生ですから。もうどうしよう。募集品に追加っと。リストにも追加だ。溜まってきたからな。ガリベンたち、そうよ、私が来たのよ。おお、眩しいお方。ジャレド、いいものあげようか。何、子犬。僕犬好きだよ。は？違う、下見て。子犬いないけど。何言ってんの。こいつマジか。ちょっと待って。上司は難しいな。やだ、靴ひもがほどけてる。うわ、僕の机ちゃんと綺麗にしてよ。これ見て、秘密のキャンディーだよ。うわ、ありがてー。最高だよ。もちろんよ。子犬でもよかったけどね。モリー、ありがとな。お菓子はここに入れて。これでいいですか。いいわよ、次。ラン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 。止まって、おやつは禁止。マジで冗談じゃねえの。冗談だろ。ねえ聞いてよ。やめた方がいいけど。でも一度だけね。あら、いい曲ね、好きよ。だろ。じゃあ後でね。はい、止まって。ダメなものはダメよ。お菓子禁止。アメちゃん捨てたくないな。僕のお気に入りの曲も先生が聞いてるし。待てよ、いい考えがある。この飴を溶かしてシリンジに入れるんだ。水飴でいっぱいにするよ。早くしないとね、すぐ固まるから。次はエアポーツのケース、キャンディーに入れるんだよ。シリンジだから簡単だよ。次のステップに、こんな感じ。蓋を閉めて飴が固まるまで待ってね。これでいいかな。飴のエアポーツを耳に入れる。バレなきゃいいけど。まあ俺は踊りうまいから。いいわね、まだ踊ってる。ね、お菓子ないよ。行きなさい。ダッダダー。ふわ、成功。うん、おいしい。右中間に飛んで、ジャレットがキャッチ。よし。あ、なんだこれ。あー、宿題忘れてた。うわ、つまんねえ。でもやっとくか。でもお菓子食べてから。究極の選択だ。うん、おいしい。
甘いの大好き。うわ、これすげえ、アートだ。動かせばアートの完成。いい考えがある。キャンバスにグミを置いて違う色を使うぞ。三角を作って埋めるんだ。次は詳細を足すよ。グミのスイカみたい。最高傑作だ。学校に行く時間。動くな、お菓子があったらバレるぞ。え、なんだこれ、ちょっと遅刻したくないよ。うわ、この子もスイカか。おやつバレてるぞ。あ、いいと思ったのに。行きなさい。これは難しいぞ。僕は教室にお菓子は持ち込みません。そうか、怪しいな。スキャンしてください。隠すものはないです。よし、いいぞ。成功じゃなくてありがとう。あいつお菓子取り上げるなんて。大丈夫だな、おやつタイムだ。宿題集めます。あ、僕のおやつが。点数つけますね。甘いおやつ食べたかったのに。お疲れ様でした。いい仕上がりですよ。でも勝者は一人だけですよ。難しいわ。ジャレットのがいい出来ね。おめでとう。え、本当に僕が。はい、前に来て。やった、すごいや。まずは両親に感謝したいと思います。え、トロフィーまで。うわ、花束素敵だ。いい出来よ、ジャレット。ありがとう。うわ、先生センスなさすぎ。いや、気持ち焼かないの。次頑張りなよ。勝者のご褒美っと。最高の後だよ。うん、大傑作だ。止まれ、このパーティーは飲食禁止。うわ、食べ物ダメなの。お菓子どうしよう。今食べて。うん、おいしい。隠せるかな。袖の下に靴下の中、これでよし、パーティーへゴー。どれどれ、食べ物や飲み物は持っていないかい。いい加減にしろよな。お菓子見えてるぞ。お菓子、これはファッションの一部よ。ダメだ。なんで信じてくれないのよ。そうだ、このレイ使えるかも。まずはレイを切って、花を全部取り外すの。よし、準備完了。レイの紐が残るから、こうやって長くなるように伸ばす。ここでお菓子の登場。まっすぐ並べて、あとは繰り返すだけ。お菓子がたくさん、おいしそう。半分に折ったら飾り紐にして落ちないようにね。もっと加えちゃおう。お菓子って最高。もちろん花も使うのよ。レイに見えるし可愛い。いい感じ、試してみよう。可愛いスカートに大変身。私って天才。こんにちは、入ってもいいかしら。前も来た子か。よく見そろ。オーケー、問題なし。でもその前にリンボー。ふう、いけ、頑張れ。やったー、楽しい。疲れた。お菓子を食べてエネルギー充電。気づいてない。おいしい。よし、楽しむぞ。パーティーだ。このお茶おいしそうだな。少し浸して待つか。その間にデイビッド。ん、私にも飲み物ちょうだい。お願い。はいはい。あ、ホットチョコレートだ。お菓子だ、お菓子最高。これでいいかな。って、全部食べたのか。今すぐ返せよな。ほら、早くしないと怒るぞ。もう信じられない。でも、おかしい。まったく、そんなに欲しいんだったら、はい。やった、ありがとう。やれやれ、僕の分がなくなっちゃった。よし、いないな、こっそり入ろう。ここにグミを隠してたはず。ふう、グミ大好き、お気に入りなんだ。あ、デイビッド、グミちょうだい、お願い。全部あげるよ。作戦大成功。もっと美味しいお菓子があるんだ。まずは歯磨き粉の中身を全部出す。ジェルがたっぷり。容器が空っぽになった。
ここでグミを使うんだ。チューブの中にこうやって入れて蓋をつけたら完成。グミが欲しくなったらここから食べられるんだよな。おいしい。最高。なんだかお腹がついてきた。お、鉛筆。そうだ、鉛筆がお菓子だったらどうかな。え、食べちゃおう。ん？何してんの？デイビッド？ん？何？惜しいな。それ鉛筆でしょ？鉛筆？そうだった。食べ物だと想像してた。ねえねえ、この鉛筆は少し違うのよ。チョコレートを使うの。スプーンに乗せたらドライヤーをかけて、チョコレートが溶けたら今度は鉛筆。消しゴムを取り除いてチューブをつけるの。これで溶けたチョコレートが入れられるからね。おいしそう。でも乾かさなきゃ。じゃじゃーん、チョコレートの消しゴム。ね、わかった。はい、あげる。うわ、マリソンありがとう。最高だよ。うん、いい味。残りもいただき。待って、残りは普通の鉛筆だよ。あ、そうだった、忘れてた。あら、待ちなさい、ポケットに何かあるでしょ。ほら、何を持ってるの。ああ、わかりましたよ、ただのジャムだ。渡しなさい。砂糖がどっさりベタベタになるわ。この病院は食べ物禁止よ。ああ、わかったよ、もう。こんなのひどいや。でも、こうしたらどうかな。もっと目立たない入れ物を使おう。怪しまれないようにね。このビニール袋がいい。平らにしないと。完璧な四角なら、包帯の中にぴったりフィットできる。まるで血がついてるみたいにね。これがジャムなんてわからないだろう。完璧だ。そうそう、痛い。いやあ、どうも。いたたたた。何もなさそうね。入って。かなりひどいんです。どれどれ。ああ、かわいそうに。早く入って、急ぐのよ。ははうまくいった。うん、いちご味。また来たよ。冷静に振る舞うんだ。すみません、どうしました。ちょっと来ただけです。へえ、これ僕のお菓子さ。食べ物は禁止よ。ああ、そうか。これは困ったな。あれ、壁にあるのは何？花か、なるほど。じゃじゃーん、とっても素敵だろう。こら、止まりなさい。うん、とても甘くて綺麗ね。失礼、君のじゃないんだ。じゃあね。やった、天才的。え、元気かい。わーお、おやつを欲してると思って。すごい、ありがとう。うまい。僕にも一つ。どうやったかって、グミを慎重に折って、こうして重ねていく。そこに串を刺して、花には赤いグミを使うんだ。こんな風に巻いて、端まで来たら回しながらくるっとねじる。見て、花みたいだろ。砂糖で覆われたバラだよ。ナイス。この紙で包んで、結構簡単なんだ。これで完成。素敵なキャンディーブーケだ。うまいだろ、やっぱりな。こんにちは。うん、うん、マスクで聞こえないわ。ああ、失礼。何を持ってる？食べ物はダメだぞ。ああ、もう、わかったわ。さあ、どうぞ。待て、マスクなしじゃ入れない。病院のポリシーだ。ええ、わかったわ。ああ、あれは？聞いてる？マスクは？ああ、そういうことね。スパイダーセンスを発動。
ちょっと難しいミッションだけど。ねえ、私のお菓子じゃない。そっちがその気ならやり返すまで。これを見て。マスクにお菓子をつけて、パーフェクトフィット。ホチキスで固定するの。かわいいでしょ。マスクとしても機能するの。待ちなさい。あら、ドクター、マスクはしてるわ。ああ、それでいい。お菓子はないよな。いえ、どこにもないわ。よし、入りなさい。じゃあね。いた、マディ。嘘でしょ。元気づけてあげる。見て。何の話？このお菓子、お菓子付きなの。わお、すごい。とっても美味しいんだから。いいわね、一つちょうだい。全部あげるわ。うん、最高。お菓子だ。おっと、危ない危ない。どうも、看護師さん。止まって。ああ。何を持っているの？うん、おやつがあるでしょ。どこにお菓子が見えます？見えないけど、スキャンするわ。嘘つき。さあ、渡しなさい。あ、もう、どうぞ。あっちに行くのよ。なんて厳しいところなんだ。ま、ここに予備があるけど、もっと目立たないようにしなくっちゃ。この塗り薬を使おう。すごいだろ。へへ。ちょっと落ち着いてください。食べ物はないわね。本当に？何ですか？見せて。手を見せろって？ただの塗り薬だ。なるほどね。どこを怪我してるの？ほら、感染しちゃって。ああ、大変。これ以外効く薬がないんだ。ほらね。ああ、甘い安らぎ。信じてくれます？いいわ、入って。変な人来たよ。見て。それを私に？本当にありがとう。チョコを欲してたの。全部君のだ。でも、どうして顔についてるの？なんでもない。まあいいわ。僕も嬉しいよ。おーい、この曲大好き。史上最高のパーティーに。ラララララ、終わってほしくない。ずっと練習してきたの。ほー、いい感じだ。おい、静かにしろ。眠れないじゃないか。見ろ、美容には睡眠がいるんだ。ちょっと来なさいよ。あ、なんでだ。見せたいものがあるの。あ、ママに会いたい。まあ、赤ちゃんみたいに眠ってる。いい夢を。再会しよう、踊ろうぜ。私も同じ気持ち。ラララララ、一晩中踊るわよ。音量を上げて、もっと、ウフー。最高わよ、盛り上がりましょう。その調子、このパーティー最高。全く同感。ハロウィンパーティーはこうでないと。おたぼうしが最高よ。毎日やりたいわ。ショーティトープ、すごい声。おっと、ジュースを倒しちゃった。みんな止まって、パーティーが台無しよ。あら、それはダメね。どうしてくれるの。わざとじゃないわ。大丈夫、掃除するからすぐ終わるわ。え、こんなのあった？変なの。人形をなくした人は捨てちゃおうかな。そうだ、いい考えがある。ちょっと待ってて。この人形を変身させるわよ。まず頭のてっぺんに丸を描く。かなり大きくね。切り抜いて、次はペイント、グレーのペンキでスポンジにつけていくの。そっと押し付けて。メイクとは違うんだから、私には似合わないわね。全体にまんべんなく。すごい計画があるのよ。乾くまで待って。黒いペンで絵を描いて、目は白くしたわ。カップホルダーができちゃった。しかもすごく怖い。わお、とってもクールね。乾杯よ。何を待っているの。パーティーを続けましょう。ミンディが助けてくれたわ。
ここでカットして、おっと気をつけて、うん、いい感じ、不気味なデコレーションができそう。ほら怖い、ハロウィンにはやっぱりゴーストに、小さいゴーストファミリーみたい。ただいま、信じられない、何してるのミンディ、こんなに散らかして、あなた聞いてる、これをしまってきて。今忙しいの、自動で完成するわけじゃないし、黒いリボンにどうしようっと。ねえちょっと聞いてたでしょ、しまって、今どうなっても知らないわよ、ゴーストと遊ぶのもダメ、やっぱりママがカンカンだ、ハロウィン気分を味わおうとしただけなのに、うわニンニクがこんなに、ヴァンパイアじゃなくてよかった。あとは何かしら、え何これまだあるの、お腹が空いちゃった、おやつにしましょう、なんて大きな瓶、待ってこうしましょう、まずはこれを空にして、ママも気にしないわ、古いハロウィンマスクを取って瓶に入れる、次に水を入れて、緑の着色料もに、わおすごいわ、まるでホラー映画みたい、すごくよくできたわ、食器棚には入れたくないけど想像できる、ここに置こう、完璧なデコレーションに、あらまま、まだ散らかってる、大事な作業をしてたの、すごいじゃない、パパに似てるかも、でも散らかってる、掃除しなさい、さあ始めて、やるわよ、もっと不気味なのを作らなきゃ、さあ大事な仕事の時間だぞ、おっとダメですよ、止まって、ここから先は飲食禁止です、絶対にです。でもあの人大きなポテトチップスを持って入りましたけど、大事なことなんです、ここから先は食べ物は禁止です。あの子ショッピングカートに山盛りお菓子持って入りましたよ、お菓子はここに捨ててください。分かったわよ、捨てればいいんでしょ、説得が大変だったな、重要なことなのに分かってもらえないよ、はい次の人、搭乗券です、うん大丈夫そうですね、でも念のため、はいいいですよ、良い空の旅を、うわ綺麗な子、こんにちは、私ただ飛行機に乗ろうとしてるだけよ、搭乗券です、ちょっと何見てるのよ、彼女じゃなくて私を見てよ、うわすみません、触るつもりはなかったんです、なあ気をつけてよね、あれなんか変だよね、いけない、お尻が片方ずれちゃった、誰も見てなければいいけど、おとなしくここに座ってよ、うわーすごい胸、本物かな、ここ空いてます、何をしてるんですか、お菓子を出してるんです、食べます、そうなの、これも見てよ、私も飛行機用にお菓子をボールに入れて隠してたんです、すごい、考えることは同じね、ああ運動って大変、頑張ってるけど平凡だな、おっとメールだ、チェックしなきゃ、そのまま続けて、よし先生いなくなったわ、だからお菓子の時間よ、腹ペコよ、スニッカーズ食べたかった、ああ美味しい、今まで食べたものの中で一番美味しいわ、よっぽどお腹が空いてるのねいけない、戻ってくるわ急いで、ずっと運動してたふりをするなよ、顔に何をつけてるんだ、まさかファール、今すぐ運動をやめなさい、さて食べ物はどこだ、あった私の際、規則は知ってるだろう、私の目はごまかせないぞ、君はどうかな、よし規則に従ってるね、でも見てるからな、
スニッカーズは取られちゃったけど、私の T シャツを見て。プリントじゃないのよ。本当のキャンディーがついてるな。すごい、お菓子を隠す天才ね。うん、いい方法でしょ。パスポートです。それはいいけど、他のチェックをしなきゃ。食べ物探知機にかけるわよ。出して。探知機は絶対正しいの。やっぱりね。食べ物を持って税関を通ろうとするなんて。スキャンを続けるわよ。このキャンディー後で食べたかったのに。お気の毒。でも没収よ。このお菓子も全部没収。今噛んでるガムも？わかったわよ。はい、パスポート。いい一日を。こんにちは、パスポートです。あらまあ、赤ちゃんがいるのね。あなたは大丈夫、行っていいわ。ちょっとここに座ろう。誰も見てないよね。よし、赤ちゃんを取り出そう。この赤ちゃんもね。ビーチボールにジュースを入れるのはいいアイディアだったわ。喉が渇いたらバレずにいつでも飲めるもんね。あら、素敵なビーチボールね。あ、そうですかね。本当よ、賢いわ。これを見て。私はぬいぐるみに飲み物を隠してるの。おもちゃに見えるけどジュースが入ってるの。そうなの、すごい賢いわ。乾杯。うわー、すごく広い場所。はい、ドクター。待て、こーら、食べ物は禁止だ。でもこれがなくなったら私。ルールはルールだ。分かってくれるな。どうして。ふん、あら、誰かが泣いてる。今行くわよ。ナイス、間に合ったわ。あなたはどうしたの。お菓子泥棒よ。分かったわ。おいで、本たち。もっともっとダメージを。何が起きてるんだ、僕のファイルが。よし、もっといけ。まだ始めたばかりよ。グランドフィナーレね。取り返したわ。ありがとう。負け犬め。いってらっしゃい。私の仕事は終わりね。何だったんだ。来たわよ。入れたのね。そう、これも持ってきたわ。ああ、お菓子が食べたかったの。バッチリ。あら、ドクター、私のガムを奪う気ね。どうしよう。すんなりとは入れない。でも待って。はいやー。ウォー、ウォー、すごい動きだな。でも気をつけて。うわー、肘をやられた。痛い。大変だ。見せてごらん。多分折れてるわ。ちょっと待ってて。彼、信じたわ。これで時間が稼げる。ガムの絆創膏は見たことある？今から作るの。完璧。道具を持ってきたよ。自分で包帯を巻いたの？もういらないか。やったわ。さてと。じゃあ私は行くわね。どうぞ入って。やっほあら、早速本題に入るわ。腕は痛めてないの、ただのガムよ。見て、クール。あなたって最高。ありがとう。このおやつは最高にうまいぞ。何してるの？食べ物は絶対に禁止。大丈夫、これは無害だ。それを信じろって言うの？ああ、わかった。斬新な方法を考えないと。よーい、ドン！かなりいい感じだ。ショータイム。ああ、具合が悪い。あら、大変。ひどい顔になってるわ。すごく痛い。すぐ診察しなくちゃ。入って。信じたぞ。あら、元気かい。
やだ、それって映る？キモい。それ湿疹なの？いや、君にあげるおやつだよ。本当？試していい？わお。うん、本当に賢いのね。ん？じゃなくて、痛すぎる。おっと、待って、食べ物禁止だ。これじゃ食べられないわ。すべては一瞬だったの、あいつが突然現れて。本当かい？そうよ。見せてごらん。いいわ、わかった。これを見て、巨大すぎない？うわ、これは、大成功。一石二鳥ね。おやすみなさい。大成功だったわ。マシュマロ大好き。喉がカラカラ。ちょっと待って、何それは中に持ち込めない。いいわ、もう厳しすぎない？ちょっと待って、アイデアがあるの。でもクイックに動かなきゃ。ソーダを 10cc ちょうだい。ええ、ドクターの指示よ。本当に最高の薬なの。できた。これで完璧。うまく変装しなきゃ。さあ、行くわよ。中に入らなくちゃ。今すぐ命に関わるの。おっと、ほら、入って。了解。どうしてあんなことを？来たわよ。大成功ね。ふう、ちょっと一息。乾杯。いいえ、点滴の補給かしら。おいしい液体。待ちなさい、本を見せてもらうよ。魔法の授業には食べ物の持ち込み禁止だぞ。書いてあるじゃないか。すぐに処分しなさい。何を隠しているんだ？キャンディーとお菓子が。バカ者、魔法をごまかせるか。イモリに変えてほしいのか？今日の教授は大荒れ。でも捨てたくないしな。そうだ、帽子を使おう。よし、両面テープを用意して、帽子の中に貼るだけ。次はスニッカーズのパン、4つ全部くっつけられるわ。4つ以上いけそう。待ちなさい、食べ物を隠しているのか？帽子の中身は何だ？取って見てみるか。何もないみたいだな。中身を見られませんように。合格だ。生徒が先生をごまかせるものか。誰も見てない、今がチャンスだわ。おやつ時間よ。おいしい、これこれ。一体どうやって持ち込んだんだ？マジかよ。よし、今ならいけるぞ。バレる前に開けちゃおう。ちょっとバレバレなんですけど、没収します。いいこと思いついた。そうか、ストローがあれば魔法はいらないわ。じゃ早速始めるぞ。2本くっつけた、残りもこの調子。よし、長くなってきた。このまま続けよう。ちょっと。うまくいったわ、すごい。めっちゃすごくない？お腹
腹が空いちゃった。お腹も鳴ってるし。ねえねえ、ちょっと見て。お腹が減ってるのが分かったみたい。ごめん。あ、そういえば。じゃーん、袖からチョコが出現。すごい、ありがとう。なんか見えてきたぞ。私たちがチョコを食べてる。あ、バレてる。リスにされちゃった。リスにはなりたくないよ。私は木登りも苦手だし、どうにかしなきゃ。めっちゃお腹減った。あ、もしかしたら。ねえ、アイディアが浮かんだんだけど。魔法を使ってと。よし、スマホの後ろにフィットしたぞ。すっごく美味しそうなチョコね。ちょっともらっていい？うわー、美味しい。おい、何をやってるんだ。何か食べているのか。いえ、スマホとケースだけですよ。そうか、じゃあ占いの練習に戻って。うまくいったわ。もうちょっと食べちゃおう。うん、なるほど。うんうん、わかるぞ。紐を噛んでるだけ、別にいいよね。あれ、ジェイクが何か食べてる？よく見てみよう。パーカーの紐みたいだけど、うん？あれはなんだ？紐じゃないぞ。ジェイク、お菓子は禁止。すみません。まだお腹が空いてるのに。いいこと思いついた。水を飲むだけだよ。この水美味しい。すっきりするよ。ジェイク、見えてますよ。ダンブラーに入れたってダメです。わかりました。もう勉強してくれよ。先生、いつもペンを噛んでるな。ひらめいた。よし、お菓子タイム。蛍光ペンのキャップを取って、インクの部分を取り出すんだ。ペン先も忘れずに。思ったよりも長いんだね。中をきれいにして、次はお菓子。中にお菓子を全部入れて。ぴったり。後ろの部分を戻したら出来上がり。お菓子のペンだよ。うん、美味しい。一日中食べてられるよ。ジェイク、何を食べてるんだ。食べてないですよ。ペンを噛んでるだけです。先生みたいに。ああ、それならいいけど。うまくいくと思わなかったよ。この授業大好き。ピザは丸くするのが大事です。そうだよね、丸いのがいいよ。そしてトッピングは新鮮じゃないと。新鮮なトッピングで新鮮なピザができるんだ。食べてみて。うわ、ピザだわ。最高の授業ね。ああ、ピザ大好き。え、ピザはどこに行ったの？もう、ただの夢か。え、ジェイクが消しゴムを食べてる。まだ夢を見てるのね。しっかり見てみよう。二
通の消しゴムみたいだけど、ちゃんと消えるし。どうやって消しゴムを食べてたの？片方は消しゴムだけど、もう片方はお菓子なんだよ。もう片方はお菓子？本当だ、マシュマロだわ。簡単に作れるよ。消しゴムをケースに押し込んで、マシュマロを入れたらぴったりだろ。消しゴムみたいに見えるしね。これでいつでもマシュマロが食べられるわ。一日中マシュマロだよ。おやつおやつおやつって最高。ジェリービーンズとプリングルスを同時に食べるのって超おいしい。やばい、誰か来た。隠さなきゃ怒られちゃう。これじゃダメよ、もっといい隠し場所じゃないと。あ、いい考えがあるわ。彼は大丈夫よね。このパーカーをベッドに置いて、お菓子を中に詰めるの。お菓子さん入って、入らないと没収されちゃうから。パーカーの中っていっぱい入るわ、ポテチもキャンディーも。そして自然な形にして寝てるように見せかけるの。あなたは静かにしててね。ベッドに戻ろう。さあケイト、あれ何の音だ。聞き間違いか。腕はだいぶ良くなりました先生。よかった、体温を測ろう。うん、いいね。向こうの彼も診察するよ。待って、彼寝てて起こされたくないって言ってました。眠りにつくのにすごく苦労したみたいなんです。ああ、そうか、教えてくれてありがとう。後でまた来るよ。ふう、危なかった。でもうまくいったわ。それじゃあまたお菓子を食べよう。今度はこれにするわ。僕のこと忘れてない。ああ、いけない。はい、いっぱい持っててよかったわ。入院って悪くないわよね。ほら、メッセージだわ。ジェイク、お菓子をいっぱい持ってきてくれたのね。やった、美味しそう。待ちきれないわ。これはひどい断裂だね。ちょっと待って、ここから先にはお菓子を持ち込めないよ。ヘルシーな食べ物だけしかダメだよ。でもプラン B があるから大丈夫。このフルーツのバスケットなら通れるはず。規則の通り、お菓子の代わりにヘルシーな食べ物を持ってきました。そう、バスケットをチェックするよ。お菓子聴診器を使ってね。お菓子聴診器？そんなものがあるんだ。うん、もうちょっとチェックするよ。バカみたい、何もないのに。何もないみたいだね、取っていいよ。これちゃんと機能してるのかな。うん、やめとけばよかった。ジェン、おやつを持ってきたよ。またフルーツ？フルーツはいっぱいあるのよ。でもジェン、これは食べたいはずだよ。ジェイク、フルーツはもう飽きちゃったの。でもこれは普通のフルーツじゃないよ。ほらね、お菓子が入ってるんだ。うわ、待って、他のにも入ってるからね。パイナップルにも。クマのグミ好きでしょ。うん、覚えててくれたのね。どれから食べたらいいかわからないわ。よし、マシュマロが入ったリンゴにするわ。今までで最高のフルーツバスケットよ。よかった、友達だから当然だよ。ありがとうジェイク、今日はいい日になったわ。この漫画は興味深い。誰かに見られているか。少し甘いものだな。パパ、どこにいるの。まずい、娘がやってくる。
これお部屋に飾るの手伝って、いいでしょ、すぐ終わるし。仕方ない、道具を貸して。やった、ありがとう。あ、果物食べようかしら。あれ、お菓子隠してたの。パパのへそくりゲットだぜ。よし、これでいいだろう。いけない、パパ戻ってくる。よし、ティナ、飾り終えたぞ。ありがとう、最高よ、パパ。とっくの変なところがあるな、娘は。さて、くつろぐとするか。誰にも見られないように。お菓子がない、ティナ。甘いおやつを隠さないとな。このテープが秘密兵器さ。毛布の裏にテープを貼って、よしよし、キャンディーを隠すぞ。よっしゃ、俺って天才。あ、誰か来る。あら、ぐっすり寝ちゃって、まるで私の小さな王子様。あら、何の音。ママ大好きだよ、世界で一番だ。あら、嬉しいわ。うわ、危なかった。それじゃあゆっくりお休みなさい。ライトは消してあげるわ。もういたら、ならばベッドでお菓子タイム。キャンディーよこせ。なんだこりゃ、ベッドの下にモンスターが。毛布の中に逃げ込まないと。簡単に騙された。ティナ、はいはい、面白い。ほら、これが欲しいんだろ。あ、スキットの図がたくさん。それにしてもお兄ちゃん驚きすぎ。わあ、こんなにキャンディーある。あれ、モンスターの手じゃつかめない。たく、しょうがない、分けてやるから。やった、キャンディーだ、おいしい。この動画すげえや。でも俺も同じことできるな。おいおい、転んだぞ、まぬけだな。トーマス、そのジュースはどこから？あ、その、大丈夫、野菜ジュースだよ、炭酸じゃないさ。あら、そう、ならいいわ。うわ、いつでも見張られてるな。偽物のラベルにしておいてよかった。植物もしっかり喉を潤して。喉を潤す、私も喉が渇いてます。うん、一口だけもらいましょう、別にいいわよね。あ、ちょっとちょっと、ママ待って。うわ、絶対怒られる。あら、この野菜ジュース美味しいじゃない。そんなに気に入るわけだわ。って、全部持ってった。ま、もう一本あるんだけどね。あ、転んだやつが起きたぞ。食べ物は通さないぞ。お、誰もいない、ダンスの練習。お、とどうも、待って、チェックしますから。それはポケットからにして。カップ麺ダメ？ダメ、飲み物は OK、 食べ物はダメ。そうか、ルールなら仕方ない。だからママ、すぐ帰るってば。あ、飲み物、これ忘れて。いいよ、考えが浮かんだぞ。これにラーメンを入れればいいんだ。空っぽの紙コップにカップ麺のカップ、これを中にすっぽりと入れるんだ。あとは蓋にフォークを刺したら
このムーブー、踊ってません。これならいい。飲み物乾杯。おとりよ。よし、うまくいったぞ。じゃ、美味しいカップ麺をっと。ああ、満足。ラーメンの匂いがする。あれ、食べ物ダメ？待って、その手のものは？これ、キャンディーよ。いけません。いっちゃん、別に。これでどう？お金よ。ほれ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 、全部あげる。それを全部？ダメです、意地悪。よし、いなくなった。お、メールが来た。たく、ケチくさいわね。今度こそチャンス。うわー、ダメー。うわー、じゃー、中に入れなさいよ。ずっと相手できますが。なんでなの。あ、そうだ、わかったぞ。またあなた？同じことですよ。これあげる。私に？それは嬉しい。お通りよ。やった、賢いでしょ。キャンディー、へへ、約束だ。あら、あなた素敵なネックレスでしょ。これ特別よ。ほら見て、食べられるの。うわ、私もいい。はい、どうぞ。うん、おいしい。キャンディーがたくさんだ。なんか時間かかってる。食べ物禁止だっつってんだろ。怖っ、これ見つかったらやばそう。その帽子いいな。そうだ、そーっとそーっと、これをこうだ。一体なんだ、気のせいか。さて、作業開始。キャンディーをつばの上に並べて、よしと、あとはこれを戻す。だからさっきから、この帽子かぶり慣れないな。食べ物はないだろうな。よし、進め。ストップ。いいだろう。ほら、ダンスね。おやつの時間。腰を落として、あ、左、あ、右。チョコマカト。はい、はい、俺の動きどうだい。届いて。よし、そっとそっと。ゲット。あ、これ美味しい。あ、嘘、マジ。私がダンスの相手ですけど。分かったわよ。はい、止まって、食べ物禁止。腕を上げて。やれやれ、入っていいわ。腕を上げるって。食べ物ダメなの？全然知らなかった。でもまだたくさん残ってるのに。はあ、この髪の毛なんか似てるな。考えて考えて。そうだ、緑のドラと一丁上がり。大丈夫そうね。俺今行くぜ。食べ物があったらすぐ見つけるわよ。まあまあ。はい、食べ物なしでも問題なしだよ。ただ楽しみたいだけなのさ。ルールは知ってる、食べ物禁止だから入らせてくださいな。そうね、いい感じ。食べ物なんてないよ。よかった、入って。
素敵な髪の毛ね。ハンター、味も美味しいよ。わお、クエンだぜ。私もいい。わ、これ大好きなの。待て、どれどれ。あはは、行こう。食べ物隠してるか。君は腕の下に何かあるのか。ほら出して。そんなに持ってたの。じゃあな。あの人最悪。変な二人。あらイケメンさん、俺のネックレスと似てるな。いいデザインだ。そうか、ほらチョコレートちょうだい。いいから、すぐ戻る。わかったわ。はいどうぞ、僕の手作り試してみよう。すごいネックレスだな、個性的。どうぞ入って。盛り上がっているわね。このネックレスも最高。お腹がすいた。君はどれを食べるんだい。これ。乾杯。このチョコうまいよな。無事入れてよかった。うん、ま。あ、私の好きな曲。待て、それは何だ。聞こえない。どうでもいい。なんだと。なんで何も言わないんだ。なんて曲だ。ああ、これは明日。どうしよう。具合が悪くなってきた。あはは、大成功。騙されたわね。これ返してもらうわ。ん？むしゃむしゃ。ダメだ。これも私の。大丈夫。もう心配ないわ。飲食禁止のサイン多すぎじゃない？関係ないけど。ダメ。ここではダメ。そりゃそうよ。歯医者さんなんだからこっそり持ち込まなきゃ。例えばこうやって。うん、最高。チョコレート大好き。一日中食べられる。待ちなさい。甘いもの禁止。はい、バイバイ。これももらうわ。離して。最後の一口なのに。わかったわよ、意地悪ね。だから歯医者さんって嫌われるのよ。そうだ、いいこと考えた。まずチョコスプレッドを用意。濃厚で美味しそう。空の歯磨き粉の容器を使うな。この中に入ってね。よし、いい感じ。あとは先っぽを閉じるだけ。ヘアアイロンで簡単よ。はい、準備できた。しっかり磨いてね。教えてあげる。やった。この歯磨き粉、いい感じでしょ。こうやって磨くんだ。うん、最高。どう、できた？
何があったんだ。これ見せて。歯磨き粉じゃないな、チョコレートか。いけろ。信じられない。でも確かにうまいな。よし、今がチャンス。ダメよ、ルールはルール。腹立ち。お、あの人。そうだ、いいこと考えた。うん、何か足りない。誰もいないわね。よし、変装完了。いや、僕は医者じゃなくて歯医者だ。次の患者はどこかで見たことある顔ね。誰もいない。大成功、これで安心。へへん、私でした。お菓子がたくさん入っているな。しかも美味しい。誰も私を止められない。全部食べてやる。口の中にポイ。おい、俺の服返してくれ。ごめんなさい。眠たくなっちゃった。彼氏にバラをあげたんだって。こっそりこっそり、おやつの時間。いた、ぶつかっちゃった。ダメ、聞こえたかな。こら、お菓子渡しなさい。はあ、失敗か。これ使えるかも。生地と食用グルーを用意するな。ここに少しだけつけてお菓子をくっつける。他のもね。完璧、できた。歯が痛い。なんてね。うん、虫歯さまさまね。はい、次の人、入って。あ、はーい。調整しなきゃ。スカーフ取って。もちろん。うわ、なんだこれは。ちょっと待ってて。私の顔変？大丈夫、これで治るさ。動くなよ。待ちなさい。それは持ち込めないわ。でもおやつなのに。どうしよう。ん？あれは？なるほど、あの金魚鉢使えるわね。よし、水のように見えるソーダ。このグミもね。はい、入って。この子ペットなの。かわいい。どうぞ。ありがとう。ちょっと待ってね。今のうち。そうだ、おいしい。こら、何を。違うか。何の音だったかな。危機一髪。また？
あの音、なんか飲み物を飲んでいるような。絶対に捕まえてやる。今度はどうだ。って何してるの。ダメだ、金魚を食べるな。うわ、気絶しちゃったところでもう一杯。見られてる？今がチャンス。聞こえたわよ。何が？見てるからね。どうしよう。静かに静かに。会いたかった。すぐそこにいる。やっぱり何か企んでいたわね。戻して。もう最悪。いや、君も歯の治療。こんにちは。そうだ、これ何が？僕？どうしたの？これで解決する。偽物のヘッドギア、これでお菓子が食べられる。ほら、誰も気づかない。何をしてるの？何も、ただのヘッドギアよ。食べていなければいいわ。食べてないよ。頑張って、あと少し。うわ、誰も見ていないよね。食べ物禁止は分かってるって。大丈夫よ、心配しないで。あら、あなた聞こえる？頑張って、ほら。何事？お菓子でできてる？に、逃げなきゃ。あの患者さんはお腹ペコペコ。食べ物禁止？お医者さん、何もないわ。一周回って。もちろん。ほら、ないでしょ。では、そうね。何か怪しいけど。危なかった。手のひらを見せて。手のひら？はい。私の見間違いかしら。気のせいよ。入りなさい。出てきちゃった。ダメ。キャンディーじゃないの。出て行きなさい。はい。まったく、バレちゃった。ああ、私の T シャツ、これ使えるかな。うん、両面テープを使うの。あとはくっつけるだけ。どう？いい感じじゃない？全然わからない。早速。待ちなさい。全部見せて。袖の下もね。何もないわ。ふむふむ、入りなさい。大成功。この T シャツ着ててよかった。何の音？失礼。ん？お菓子は禁止。
それは没収よ。嘘でしょ、買ったばかりなのに。じゃあ出て行きなさい。最悪、出て行きなさいなんて。待った、そうだ、クマさんのクラフトの時間。背中に切り込みを入れたら中の綿を全部取り出すの。プラスチック袋をこの中に入れたら綿飴も入れる。クマさんありがとう、完璧。ショータイム、今度こそ大丈夫よ。もしもし、待ちなさい。何？ただのクマよ。本当に必要？大丈夫そうね。私はいい子よ。じゃあ入りなさい。やった！ジェニファー、ヤッホー、ここ座って。ありがとう。でもお菓子が欲しかった。わかってるって。クマの後ろを見ててね。これ実は綿飴なの。兄、本物だよ、大丈夫、食べられるって。嘘じゃないわよね。本当に綿飴だ。アニー、すごいアイディアね。前髪失敗だったかな。見たことのない人ね。髪の毛が素敵。私？いい？月曜日までに返事して。待って、50でいける？この数字は譲れないわ。失礼、食べ物は持っていないわよね。話し中よ、見えないの？ごめんなさい。まったく、私って重要な人間なの。スマホも2つ。危なかった。何してるの？私よ、アニー。やっほー、会いに来たの。え、チェンにデリバリーだって？チョコのデリバリー。空っぽのスマホケースを使うの。その中にチョコを入れて隠すだけ。やった。このホルダーは？あの人のかな。失礼、これ何してるの？バレちゃった。私を騙すなんて、もう入室禁止です。ごめんね。残念。クマさんがいてよかった。夕食よ、お腹すいた？ここに置いておくわね、起きたら食べるのよ。病院のご飯ってまずい。絶対に嫌だ。もうしょうがないわね。どうも。私よ、ジェニファー。早く食べてみて。これ？そう？
これ何の肉？どう？もしかしてチョコ？サプライズ！ガムのテープを使うの。何枚か用意してね。次に半分に切って、これでオッケー。全部まとめたら、お皿にのせる。丸いチョコレートをパスタの隣に添えれば出来上がり。おいしそう。ガムだ。よし、大丈夫そうね。さあ、足を動かして血行を良くするよ。その調子、心拍数を上げようか。あとたった30分、結果を出したいでしょ。もう疲れたし、サボってもバレないわよね。メリー、ガマ禁止だよ。ちゃんと見てたのね。あとで返すからね。今はウエストを引き締める動き。さっとやらなきゃ。余分に持ってきてよかった。ウエストが燃えてるわ。これ膨らませておっと。ただのバランスボールよ。それいいじゃない。いいアイディアだね。ワン、ツー、スリー、ヒュー。ディフェンスよ。そうそう、ボールを取って点を入れて。頑張って。ねえ、お菓子食べない？ダメよ、張り紙があるでしょ。食べ物は禁止なのよ、規則でしょ。点が入るわよ。さてさて、どんな感じ。やばい、見つかっちゃった。なんて量のお菓子なの。親には電話しないでください。あらら、星が見えるわ。でもアイディアも浮かんだわ。またね。バスケットボールをカスターできるの。空のスペースができたでしょ。そこに詰めるの。いっぱい入るよ。ボール持ってきましたよ。大丈夫？え？すごいじゃない。これ好きなの。これだと試合がもっと楽しいわ。おっと、隠して。試合を見てるだけですよ、コーチ。あら、そう？ファール！さあみんな、息を吸って、吐いて、手のひらを合わせて、前に倒れて、もう一度。またなの。恥ずかしい。いけない、遅れちゃった。ぶつかるところだったわ。またブロックされた。こうしようか。何の音かしら。マットを広げなきゃ。そしたらヨガの開始よ。でもまずはおやつタイム。ああ、こっちを下にしなきゃ。腕を広げるのね。手のひらを内側に。あの子、いつ来たの？バレなかったわ。よし、チャンス。下を向いている間にお菓子を取ろう。急いで、一口だけでいいから。さあ、腕を伸ばして。おいしい。さあ、100回やるよ。無理です。やるんだよ、ソフィア。筋肉つけたいだろ。弱音を吐かずに。
さあ。こんなに汗をかくものなの？もう少し。もう死にそう。じゃあ5分休憩だ。きつかった。喉が渇いたわ。あ、ごめんね。それダンベルなの？端にお菓子が入ってる。ねえ、ちょうだい。待って、もう一つ持ってんだよ。運がいいわね。はい、超クールね。こっち側から食べよう。よだれが出ちゃう。ラズベリー味ね。来たわ。うん、そうだよ、その調子だ。時間を計るからな。これ食べやすいわ。うん、いい筋肉。最高のエクササイズね。あら元気？お菓子食べない？砂糖が多すぎるし嫌よ。私はヘルシーなのにするわ。いい体型になるのよ。だから野菜しか食べないの。あと飲み物。あなたもやるべきよ。私？私はレインボーダイエットがいいわ。黄色の食べ物、茶色の食べ物、その間の色もね。それからピンクも大好き。ダメよ、規則があるでしょ。でもすごく食べたいのよ。あらそう、私授業に行くから。もうやだわ、お腹が空いたまま運動するなんて。匂いには気をつけなきゃね。そうだわ、いいこと思いついた。そうよ、お菓子を隠すためにデオドランドの中身を取り出して綿飴を詰めるの。いい考えでしょ。さっきよりずっといい匂いだしね。さあ、いい汗かくぞ。その調子よ。あとちょっと。すいません、すぐ戻るので。さあ始めて。よし、おやつの時間よ。汗だくになっちゃって。それならいいわ。嘘よ、糖分が必要なのよ。バレないようにしなきゃ。筋肉が燃えるみたい。この運動楽しい。フラフープって楽しいわ。休憩しよう。そしておやつよ。誰も見てないわね。おやつ食べよう。あ、匂いだけでも最高。ケチャップをかけなきゃ始まらないわ。やばい。あら、何してるの？規則を忘れたの？もうちょっとだったのに。体育なんて嫌いよ。そうだわ、これを隠せるわ。まず持つところを取って、ロープのところをチューブに入れるの。真ん中のソーセージの下に刺して最後まで入れるのよ。反対側もね。さあ試してみよう。うまくいった。縄跳びを飛んでるんです。その調子よ。先生騙されたわ。タンパク質を取らなきゃね。空腹は誰でも一緒なのね。みんなは今日の裏技を今度運動するときに1個は使うかな。この動画をお友達と共有してね。こっちはもう見た？美味しい裏技やライフハックがいろいろあるからチャンネル登録もよろしくね。